この動画は、Twitter から寄せられた、魔女のあれやこれや、魔術のあれやこれやの素朴な疑問に、現代魔女がお答えします。実際に魔術や魔女術をライフワークにしている方々へのアンサーなので、初学者はまずは他の動画やブログをご覧くださいね。でもノリは軽いのよね、至って真面目だぜ。魔術は願いを叶える脳の仕組み術、魔女術は古くからある生活の知恵よ。誤解しないでね。はぁ、あってやって叶う術じゃないからな。それじゃ、今日の質問は何かしら？教えてウィッカ、始まっよー。プロズセドバイ黒猫魔術展。夏目です。はい、今日は教えてウィッカのコーナーです。はい、教えてウィッカでは、魔女のあれやこれや、魔術のあれやこれやを皆様から質問いただきまして、それにお答えするというコーナーになってます。はい、で今回は第 3回目、はい、噛んだ3回目、はい、第3回目なんですけれども、はい、はい、今日の質問は何でしょうか、夏目さん。はい、今回の質問は、はい、儀式の際の理想の黒服って何っていう質問ですね。あ、なるほど、はい、服装のご質問ですね。はい、これ意外と多いんですよね、うん、服装噛みすぎですね、はい、服装のご質問はもうすごく多くって、なんででしょうかね。いや、黒ければいいんですけどね、うん、正直黒ければよくて、まあ、その黒ってなんでやねんっていう話をすると、なんか、まあ、私たち、魔術でよく使われるその源流と呼ばれているものがカバラなんですけれども、カバラはユダヤ教がこう、ユダヤ教が元になっているの でユダヤの人たちって黒服を着るじゃないですか。だから私たちも黒がいいなって思ったし、あとはまあ、それはカバラの方だけれども、例えば魔女宗とか魔女ウィッカの方を見てみても、魔女たちは女神信仰をするので、女神様っていうのは女性性で、夜の存在とか、昼と夜だったら夜、男と女だったら女、でを司っているから、やっぱり夜の女神様だったらやっぱり黒だし、あとは3つ目に挙げるとすれば、あとは、日本人って儀式の時黒服に慣れてると思うんですよ。だから黒い服、礼服を着るとこう身がピシッと引き締まって、まあ、日本人的にはやっぱりいいのかなっていう感じがするっていう、この3つがあって、私の方ではというか、黒猫魔術展としての、まあ、方向性としては黒服を着るということになってますね。ただ他の、なんだ、魔術結社さんとか他の魔女さんたちは白とかを着る人が多いかもしれないですね。だからまあ決まりはないんですけどね、はい、夏目さん的にはどうですか、はい、理想の黒服っていうのが、はい、やっぱりこういう形じゃなきゃダメなのかなっていう考えから質問されてるのかなっていうのがあるので、まあ私は黒だったら何でもいいかなっていうのもあるし、あと自分がそんなにこうシックロリータみたいなひらひらとかがまあ好きではないし、着たこともないんですけど、なのでなんかなんて言うんですか、せっかく儀式するときに自分がちょっと嫌だなとか、はい、苦手だなとか、まあ、制限かけるっていう意味ではそういうこともちゃんと やんないとっていうところもあると思うんですけど、ね、せっかくやるならそうですね、でもなんかね、東京イモルグの時にイモルグのサバトをねやったんですけど、そしたら皆さんなんかすごくかっこいいし可愛い服をね、お召しになられてて、なんか私の方が逆に恐縮してどういうゴシックロリータ、そう、そんな感じ、チームパンクみたいな、ゴシックですね、ゴシックな方が多かったし、 あと黒いロリータさんもいらっしゃいましたし、はい、あとはちょっと 黒めのパンクな方とかもいらっしゃいましたし、かと思いきや
なんかまあ大きいものの方もいらっしゃいましたし、はいはいはい、もうだからまあ自由なんですよね、そこら辺は。あれですかね、その時に来た方の中でも例えばもしかして、はい、あ、その服装がバラバラであることにちょっと戸惑った方がもしかしてこの質問を送ってきたのかもしれないんだけども、はい、なんとなくほら統一感があった方が、はい、その儀式とか、うんうんうん、集団とか、確かに結社みたいなのがあるのかもあるのかもしれないですけど、はい、うん、バラでもね、まあ、そうですけど、はい、でも最低限はやっぱり黒ですよ。そうですね、あの別にヒラヒラしてたり、あとなんかパニエとかなくても全然いいですよ、うん、はい。あれどうですか、差し色、差し色は私はこれ今青いのつけてますけど、はい、黒下は黒服ですけども、うん、はいはい、差し色はあり、あでも儀式の時は外しますでしょ、外します、はい、うんうん、そのお店番の時とかは青とか赤とか紫とかね、はい、うんうん、私たちもよく差し色ありますけど、はい、はい、儀式の時はやっぱり黒くなりますね。じゃあ真っ黒、はい、真っ黒、真っ黒ですね。で、うん、でもでもとはいえ、とはいえ普通は、普通はっていうか、あの儀式、魔女の儀式は裸が多いんで、はい、うん、本来は裸なんだと思いますよ私は、うんうん、ただほらやっぱり裸になってる、裸になって騒いでるとちょっとね、パリピカって感じになるんで、そうですね、はい、うん、ちょっと通報されちゃう感じですね、ね、うん、ちょっと今の現代では、はい、まあ、一人で裸になってね、浴室とか山の中に行ってやるんだったらいいかもしれないけど、うん、ね、一人の責任だから、はい、うん、いいけどちょっとねこのご時世 ね、 そうですね、あれですから、はい、はい、うん、そうだからまあ、あと下着、下着の色何色ですかとかいう質問も結構ある。 ありましたね、はい、下着はいいんじゃないですか、何でもなんかなんていうか見えてないところまでこだわっちゃうともうなんか再現がないんで、そうですね、うんうん、そうなってくるとだって、はい、みそぎだっても上がってすぐやんなきゃいけないのかとか、空腹も朝から止めてなきゃいけないのかとか、はいはいはい、まあ、こだわりにく人はそれで時間がかけられればいいと思うんですけど、そう、まあ、だから下着も黒なんですかみたいなことですよね、はい、そう、何でもいいと思います。あとはあとはあのーなんていうのかな、なんだっけ、生理の時でもいいんですかみたいな、うん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 、ちょっと質問からはずれますけど、あの生理とかも全然私はいいと思います。逆になんか、うん、女性が儀式をやるわけですから、女性ってその生理の時とかはやっぱりなんか、まあ、自然とつながるっていうか自然現象ですよね、うん、だからその時力は強くなってるって私のなんか先生は言ってましたね、はい、うん、そうだから、まあ、黒ければいいですね。そうですね。いいですよ、はい、私いつも黒着てるみたいに思われてるから多分こんな質問が出てたのかなってちょっと思って、あのね、あの黒猫魔術展のトップページのなんか皆さんで写ってる写真とかも全部黒服で撮らせていただいたんですけどね、統一感のために、はいはい、かっこいいのちゃんと着て撮ったんですけど、はい、あれ、あのあれですよ、あれはあの服いつも言うんですけど、あのちゃんと服なんですけど、あのスカートの部分とかその朝、その日の朝に私があの安全ピンでこうなんかこう止めてつけた、取ってつけたみたいな、あのなんか おしどりのヒレみたいな、はい、尾びれみたいな、うん、ドレープを作ったっていう感じなので、あのあんな服ないですからね、うん、普通はないないので、うん、あの着たいの着てください、はいはい、わざわざ買うもよし、家にあるもので、はい、家にあるもので全然、全然、はい、で服くらいはあれでしょう、はい、きっと、うん、ですよね、そう、お葬式の時とかに使うやつとか、ね、そうですよ、逆に白服着てくださいって言われる方がちょっと難しいかなと思いますよね、うん、なかなか白はね、はい、色味も微妙にね違ったりしますからね、はい、そうですよね、はい、うんうんうん、私普段は黒
黒も着ますけれども、あのなんか違う色着てますのでね、私服は、私服は違う色なんで、はい、そこよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、儀式の時だけ黒を着るのがいいんですから、はいはい、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。黒服の回ですけれども、はいはい、この動画がですね、この動画を流すことによってなんか皆さんの黒服意識がですね、はい、ちょっと意識変容してくれるとちょっと嬉しいかなと思います。はい、はい、第3回目の教えてウィッカ、黒服ってなんやねんっていう話でした。はい、はい、この動画もし面白いと感じていただけたら、はい、チャンネル登録、グッドボタン、シェアなどどうぞよろしくお願いします。お願いします。また教えてウィッカのコーナーでは魔女とか魔術のあれやこれやを解説していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた。